はい、皆さんこんにちは。今日は胡蝶蘭の花芽のお話です。で、以前の動画で僕は花が咲いたらわざと2番花を咲かせるようにして、で、2番花が咲き切る前にチョキンと切ってやれば株の体力も消費しないし、花芽もこう株元のね、大事な花芽を消費しなくて済みますよっていうお話をしたんで、それの続きの動画です。で、今見てみると、前回2番花を咲かせようとした花芽にちゃんとこうつぼみができてます。で、このつぼみが、まあ、咲かせてもいいんですけれども、咲かせちゃうとやっぱ株の体力を消耗するので、今回はまずこれを切ります。こんな感じで、株が2つあるんですけれども、こうやって花芽をつけた株もあれば、花芽をつけなかった株もあります。で、もう気温が高くなってるので、ここからはもう花をつけようとはしないはずなので、株元の部分からこの花茎をチョキチョキと切ってやります。こうやって作業するとき、ハサミはね、ガスコンロとかで炙って、滅菌してから使うといいですね。こんな感じ。こっちも切りますね。こんな感じでスッキリさせてやります。で、この花茎なんですけれど、多分普通は捨てちゃいますよね。今回はこれを水差しします。何も仰々しいことないですよ。ただ水にこうやって差しておくだけです。なんでこんなことするのかっていうと、ツイッターの方で花茎を水差しにしていたら高芽がついたっていうのがあったんですよ。まあ、ちょっと僕誤解してるかもしれない。ひょっとしたら高芽がついてるのを水差ししたのかもしれないし、ちょっとその辺はね、しっかり確認してないんでわからないんですけど、水差ししているこの花茎から高芽っていうのがついてたんですね。高芽っていう、まあ、小株がね、ついてたんですよ。これもし本当にうまくいくんだったら、めちゃめちゃすごい話なんですよね。だって胡蝶蘭を増やす方法って言ったら、メリクロンっていう組織培養か、あとは未生、種を取って増やすっていうのが一般的なんですよ。でも種って言っても、その辺に撒いて発芽するようなものじゃないんですよ、胡蝶蘭の種って。それもちゃんとした設備というか、まあお風呂場でね、種撒いたりとかするやり方もあるんですけど、それなりにちゃんとした知識とかがないとできないんですよ。でもこの水差しだったら誰でもできるじゃないですか。だから僕もね、試してみようと思って。理屈としてはね、わからなくもないんですよ。このポコッとね、膨らんでるところ、ここに芽があるんで、で、この芽がホルモンのバランスによって花芽になったり高芽になったりとかするんですよ。こうやって水差しにしておくことで、まあ暖かくなってホルモンのバランスも変われば、確かに高芽がね、できないこともないような気はするんですけどね。ただ実際そのツイッターの投稿以外で見たことがないので、どうなるんでしょうね。もし皆さんも家計がある方いたら、ぜひ水差ししてみてください。で、どういう風になったか教えていただきたいです。僕もね、これどういう風になったか記録をつけていって、随時更新していこうと思います。高めがね、できるんだったら株につけといた方がいいんじゃないかなっていうふうにも思うんですけどね。成長点の場所が花茎の芽の方が成長しちゃうのか、それともこっちが成長するのか、この本体の方ね、この本体の方が成長するのか、ひょっとすると両方成長するのかもしれないし、ちょっとその辺が分からなかったんで、今回はその見たやり方に沿って水差しでやってみます。これ本当うまくいったら大発見ですよね。それとも有名な話なんですか？これ聞いたことある方いらっしゃいますかね？もしなんか情報があればぜひ教えていただきたいです。やっぱうまくいくとかいかないとかっていうのは自分で実際にやってみてそれで判断したいので、本当こういうね、実験的なものって面白いですよね。はい、それでは今日は胡蝶蘭の
花芽家系のお話をさせていただきました。皆さんもよろしければ試してみてください。それでは皆様ご視聴ありがとうございます。